みなさん、こんにちは。ケビンです。おかえりなさい。このシリーズも終わりに差し掛かってきました。たくさん勉強してきましたね。このビデオでは、ヨハネ3章16節の次のところについて話していきたいと思います。じゃあ、もう一度読みましょうか。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく、この聖書箇所によると、誰でもイエス様を信じる人は滅びることがないって教えています。滅びるという言葉を聞くと何を考えますか？戦争で亡くなる人を思い起こすかもしれません。あるいは悲惨な出来事、例えば自然災害で亡くなった人を。この聖書箇所に出てくる滅びるという言葉はこういう意味なのでしょうか？この答えを出すためにはもう少し遡らなければなりません。前話したアダムとエバの話を覚えてますか？具体的に言うと、神様がアダムとエバに与えた命令を覚えてますか？神である主は人に命じられた、あなたはそのどの木からでも思いのまま食べてよい、しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。もし創世記3章を読むと、アダムとエバが実際にその果実を食べたことを知ります。でもですね、すぐに彼らは死にませんでした。実はその後、何年も生き延びました。でもやがては死んでしまいました。そして不幸なことに、アダムとエバ以来、すべての人間が同じ死を経験するようになりました。すべての人間がやがて死ぬのです。中には悲惨なことに、数日、数ヶ月経たずして亡くなってしまう人もいます。そして中には数十年間生きる人もいます。悲しいことですが、命を奪われる人もいます。違う人がした犯罪によってかもしれませんし、または自然災害によって。でもですね、いつやどうやってはさておき、私たちは皆死を直面するようになります。そしてそれは私たちが神様の命令に従わない結果なのです。ですから死ぬということは滅びるという言葉の一つの意味なんです。でも聖書の中では滅びるという言葉にもっと深い意味があるんです。イエス様を救い主として受け入れずに滅びてしまうと、命の最後に死を経験するだけではないんです。滅びることは神様の臨在から永遠に離されることなんです。天国に入れないということ。でも神様はあなたに天国に行ってほしいんです。そして神様はですね、憐れみ深い許しの神様なんです。でもやがて裁きの日が来ます。一生生きて、そしてイエス様を信じることなく、神様を無視し、神様の命令に背を向け続け、イエス様の許しを受け入れることなく、心が清められることもなかったら、私たちは滅びると聖書は言っています。私たちは永遠に神様から引き離されることになります。この言葉を言うのは僕にとって本当に難しいです。でも本当だと信じてます。だから言わざるを得ません。今聞きながら家族や友達のことを考えるかもしれません。またはすでに亡くなられたご先祖様のこと。彼らはどうなってしまったのでしょうか。僕には分かりません。一人一人について死んだ時にどうなるかは神様だけに分かることです。でも少しでも励ましとなれば、亡くなる寸前にイエス様を信じる人の話をたくさん聞いたことがあります。また夢を見てキリスト者に
なった人もいることを知っています。だから亡くなれた人の魂は神様に信頼して任せることが一番いいと思います。神様はですね、憐れみ深いからです。何もするにも完全で。でももしあなたがこれを見ていたら、あなた自身の魂の状況が一番大切です。なぜならあなたは今イエス様について聞いたからです。そしてどういうふうにすれば救われるのかも聞きました。だから今僕が分かち合っていることについて考えてください。そして自分がイエス様に本当に救われたのか、自分に問いかけてみてください。自分が死んだ時に天国に行くのか地獄に行くのか問いかけてください。あなたが答えなければいけない質問の中で一番重要な質問だからです。そしてもしあなたがまだ生きていれば、まだ信じる時間があるんです。神様の無償の救いのプレゼントを受け取る時間がまだあるんです。でもどうか待たないでください。まあ、もっと大人になったら信じれることだという自分に言わないでください。明日は約束されていません。皆さんの中でイエス様があなたの心の扉にトントンと叩いている人がいると思います。イエス様を信じるようにと招いてくださっています。でもどうすればイエス様を信じることができますか？そして信じれば何が与えられますか？どうか最後のビデオを見てみてください。そうしたらどうしてイエス様が皆の本当の希望なのかをやっと知ることができます。その時まで、またね。